おお出たまずまずだ。さあ今度へようこそ。言えるな。健在ですな。ということで今日はこのモノマネのプロフェッショナルのりさんに本気出してもらいました。はい。おい。覚醒性被害者ってうざいじゃないですか。うざいな。マジでうざい。この童貞なんと引っかかったことあります。マジだ。許せないんだ。マジ。あの30万ぐらいアダルトビデオを見てあの払いそうになってる。うわ。騙されてんのお前。騙されてる。ただなお前。なんであいつらが悪いんだ。もう騙される俺が悪いんじゃない？やばいこいつ。騙すあいつが悪いんだよ。払おうか。俺を責めるのはお門違いってもんだぜ。うるさい。あ、うるさいよお前。はい、ということで、はい、その架空業者がですね、架空業者です。架空請求業者をトイストーリーの声真似だけでぶっ飛ばしてみた。やったー、できるかな。うちののりさんがね、バズとなんとレックスできるんですよ。はいはいはい、すごいよ。早速ちょっとここにね、画像つけてもらって、はい、じゃあまず、まずやってみましょう。ルーディースターコマンドへようこそ。ようこそ。応答せよ、応答せよ、ルーディー。おー、いや、さすがだ。そして、レックスさんどうぞ。バズこれがね、すごい。で、これ結構この声いろいろ喋れるから。あー、チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしくね。うわ、すごい。すごいよ。応用が早い。最初はもういかにもね、引っかかったみたいな感じでお金払いますんで、もう僕払っちゃいますっていうバカな感じで言ってます。あー、強気になってきたらもう懲らしめましょう。僕がこうやってやったらもう切り替わってくる。あ、オッケー。ということで早速格闘技業者ぶっ飛ばしていきましょう。お願いします。お願いします。で、これ一応笑ってはいけないので、ああ、ドライバーはもう耐え抜いてくださいね。おかけになった電話番号は。あー、やっぱね、こういうのすぐね。おかけになった電話番号。気がされ放題じゃん。おかけになった電話番号。はい、お電話ありがとうございます。株式会社。あ、もしもし。はい。サイトを開いたら請求画面になっちゃったんですけど。はい。どこにお支払いすればいいですかね。確認のため氏名とお電話番号お願いします。東郷です。東郷さん。お電話番号お願いします。確認のため少々お待ちください。ショーンショーン、やばい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 。お願いします。バズ、バズ、こんな動画見てないんだよ。どうすればいいんだよ。見てないのに払うのか。払ってどうするんだ。俺を払ってないんだよ。バズ、スターコマンド、落とせよ。こちらスターコマンド、そちらの状況を教えてくれ。まず、まず。笑うんだよ。笑わないって決めたよ。請求する側もちょっと笑ってる。もう株式会社なんじゃらっていうことばっかり。全然内容入ってない。あいつ絶対仕事できないよ。圧勝。よっしゃ、勝った。成敗した、成敗したね、これはね。トイストーリー圧勝なんだよ。すごいわ、すごいわ。大事だって、もうお支払い立てる気満々だった。大事、お支払い満々だった。氏名と電話番号。うん、ね、確認いたしますね、一緒に。確認じゃねえよ。ちゃんと綺麗に稼いでください。そういうことですよ。ということで、また架空業者で、ね、いましたら、はい、僕らのコメント欄に電話番号を書いてください。そしたらうちのウッディが、はい、うちのバスが成敗一緒に行きます。俺に任せろ。途中切り替わりすぎてバスの声でバズ。面白かったなと思ったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でバイビー。バイビー。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!